大道門は、朝鮮民主主義人民共和国平壌直轄市中区域にある李氏朝鮮王朝時代の建築物。大道交下藩に建てられた平壌市街の城門であり、平壌市の古くからのランドマークでもあった。6世紀半ば、高栗が552年から586年にかけて、現在の平壌の場所に、都の城を築いた際に、東門として建設されたのが、 大道門の原型である。その後この門は何度も破壊、再建されてきた。現在見ることのできる大道門は、文録の役で消失したものを1635年に再建したものである。平壌城には内城、中城、外城、北城の四つの区画があり、このうち内城の東門として重視されたのが大道門であった。南のソウルから、 平安道へ向かってきた街道は大道港の対岸に達しており、平壌城に入る人はそこから渡し船で大道門の元につき門をくぐって市内に入った。大道門の横には連行亭と首狼があり、首狼には平壌省と呼ばれる正度制の大きな金があった。平壌省は1714年に火災で失われ現存するものは1726年に新たに 鋳造されたものである。大道門は、花崗岩の石材を積んで築かれた地区台と、その上に立つ二層の門楼老大道口の流れを汲む縫いからなる。地区台は高さ6.5メートルで、その中央にアーチ型の大門がある。門楼の屋根までの高さは19メートルである。門楼の上には、一層目には、大道門、二層目には、牢と書かれた変額が掲げられている。 現在は朝鮮民主主義人民共和国の国宝第四号に指定されている。ありがとうございます。